長老三分シューティング。京都の海といえば丹後半島。海と桜は無敵の組み合わせ。まずは犬ヶ崎の日の出から。今回は丹後半島のこの辺の海沿いでシューティング。ここが丹後半島、そして犬ヶ崎。シューティングポイントは丹後松山展望所。駐車場トイレがあってとても便利。この展望所からの眺望もおすすめ。この辺が桜。日中はこんな感じ。天気のいい日は海も空も青くて桜とのコントラストがいい感じ。ピクニック気分です。近所の集落も雰囲気が良かったので散策。続いては釜乳展望台でシューティング。ここにも3台分の駐車場とトイレがあるのでとても便利。展望台から見下ろす漁港がいい景色。この方向でシューティング。日没後に満月が出てきたので撮ってみたらいい感じ。夕日と違う独特の雰囲気。桜は LED ライトで照らしています。明るい時間帯はこんな感じ。あいにくの天気ですがこれはこれであり。この辺りは野生の猿が道端まで来るので運が良ければ会えます。専門家によると春先は椿の花粉で口の周りが黄色くなるらしい。子連れの猿は警戒心が強いので注意してください。あくまでも野生動物。最後に紹介するのは丹後半島の西側に戻ってリコ。湖に浮かぶ島が UFO みたい。島に見えるけど実は半島のように突き出しているだけ。写真はこっち向きでシューティング。島の根元には駐車場とトイレがあって便利。遊歩道からの眺めもいいのでおすすめです。次回は簡単に小猿に会えるスポットを紹介する予定です。終わり。ブブブン、チョロクロー。